は。さあ、それでは今日のヒーローインタビュー呼び込みです。バーベイク選手です。まずはバーベイク、来日初勝利を飾りました。2試合目の登板、先発は初先発で勝利ということになります。前回は仙台で2人目、4回から3イニングを投げて1失点で負け投手になってしまったというゲームでしたが、安定感も抜群でした。まずは1人バーベイトが殺されています。そしてもう1人はバーベイトも着用している宮西の300ホールドを記念して、宮西もここはリードを呼び込まれます。さあ、ということで今日は2人のピッチャーがヒーローがお立ち台に呼ばれています。さあ、それではヒーローインタビューをお聞きいただきましょう。健康を大事に考え、より美しくなりたい、より楽しく充実した毎日を過ごしたいと願う皆様へ、ヘルスケアイノベーションを推進する佐藤製薬のニューケルロイヤルシー1年分が贈られます。では本日のヒーローインタビュアー UHB 深村光太アナウンサー、お願いします。札幌ドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、そして全国でファイターズを応援しているファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは来日初先発で初勝利を挙げましたバーベイト投手、そして前人未到300ホールド達成、宮西直輝投手です。それではまずはバーベイト投手からお話を伺います。来日初先発で初勝利を挙げました。おめでとうございます。Thank you. Thank you. ありがとうございます。初勝利を挙げた今の気分はいかがでしょうか。I'm happy. I'm glad the fighters got a win and I got my first win. You know, it's been a good day. Everybody's happy.本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にファイターズは勝ちましたし、僕も勝ちましたし、本当にいい一日を過ごせることができました。And also, あと、宮西さんがホールドの記録を作れたので、みんなハッピーな気持ちになっていると思います。おめでとうございます。今日のピッチングを振り返っていただきたいんですが、5回を投げて2安打無失点という素晴らしいピッチングでした。ご自身ではいかがでしたか？I'm good. I just tried to go out there and attack the hitters and try and create bad contact, and that's what I did. Got a bunch of ground balls and ended up working in my favor. 本当に自分ができる全ての力を出し切りましたし、本当に攻めて攻めて攻めの投球ができて、たくさんのゴロ、ゴロでアウトを取ることができたので、それがいいピッチングにつながったと思っています。本拠地札幌ドームで初先発で勝利を飾りました。この本拠地のファンの皆さんの声、声援というのはどのように感じながら投げていましたか？Atmosphere is great. Fans cheering the whole game and it could really help us push towards the win today. Our fans are great. 本当にすごいいい雰囲気の中で今日のピッチングができましたし、本当にファイターズのファンの皆さんの声援のおかげで本当にいいピッチングができましたし、本当に素晴らしいファンだと思っております。バーベイト投手は初めてのお立ち台ということで、せっかくですからファンの皆さんに挨拶も兼ねて最後に一言お願いできますか。ありがとうございます。今後の抱負もぜひお願いします。 I'll just keep winning. Just keep going out there and trying to help the team win. That's all there is to it. Just win.本当に前第一に勝つことを目標に、チームの勝利に貢献できるように、これから自分のピッチングができるようにしていきたいと思っています。おめでとうございました。まずはバーベイト投手にお話を伺いました。それでは続きまして、前人未到300ホールド達成、宮西直輝投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。300ホールド達成、今の気分をまず聞かせてください。
いつも通りです、はい、299ホールド王手をかけて向かった今日のマウンドでした。今日のピッチング、まずは振り返っていただけますか。鶴岡さんのリードが良くて抑えることができました。ありがとうございます。7回2点リードでした。相手はクリーンアップという場面でしたけれども、どんなことを心がけたんでしょうか。いや、いつも通り打ち取ってアウトできればいいなと思いながら、はい、投げました。王手をかけて向かったマウンドでしたが、特別な緊張感などはどうだったんでしょう。いや、野手の皆さんがたくさん点を取ってくれたんで、余裕で投げれました。はい。ただ投げ終わった後にはチームメイトの皆さんと握手をしながらマウンドに帰る姿もありました。あの投げ終えた時の気分というのはどうだったんでしょうか。いや、ほっとして、タクはあんまり人の記録とは興味ないのに、僕の記録だけすごい覚えてくれてて、握手来たので、そこでなんかちょっとほっとしましたね、はい、とは言っても宮西さん、300ホールド前人未到世界一の記録です。改めてこの300という数字いかがでしょう。いや、本当に栗山監督、投手コーチで、野手の皆さん、先発ピッチャー、本当にみんながつないでくれた、数字だと思っているので、僕自身のものではないので、みんなで喜びたいと思います。それでは次の目標も伺います。何を目標に次は投げていきましょうか。もちろん301ホールドを目指して頑張ります。それでは最後に、この歴史的な記録を目撃したファンの皆さんにもぜひ最後一言お願いします。本当にいつも大きなご声援ありがとうございます。今日もコールされた時の声援というのがすごい力に出ました。これからまだまだ試合は続きますが、皆さんと共に日本一目指して頑張っていきましょう。ありがとうございました。今日のヒーロー、バーベイト投手、そして宮西直樹投手でした。バーベイト投手、そして宮西投手の2人のピッチャーのヒーローでした。それではウィニングファイアーワークです。勝利の花火が上がりました。札幌と、まあ、ホームに戻ってきて、また、今度は今季初の連勝ということにね、岩本さん、なりましたけれども、はい、そうですね、野球の内容もいいですよ、昨日今日と、そうですね、連勝の中で、もうラッキーという言葉も使いましたけども、はい、そのラッキーを呼び起こす、そういう野球というのがありますんでね、はい、さあ、それでは今日のゲーム、ハイライトで振り返っていきましょう。